はい、こんにちは。魚屋おじいのぶしさんです。今日はですね、中宿歴史公園というところに来ています。実はですね、ここでですね、ハスの花が非常に綺麗に咲いてますので、それを、撮影に来ました。この部分ですね、登っていくとですね、左側にですね、こういう建物が見えます。ですね、中宿古代倉庫群跡のですね、一面ですね。ここにですね、中宿古代倉庫群跡というのがあります。これがその建物ですね。これ1号建物と2号建物をですね、復元したものみたいですね。こちらの手前に見えるのが1号建物ですね。向こうに見えるのが2号建物の復元したものだそうです。でこの建物の前にですね、おそらくここに建物があったんだと思うんですけども、それの土台がこういうふうにあります。ここから見るとですね、位置関係がよくわかるのですが、道の向こう側がですね、道の駅岡部になります。でここがですね、今いる公園で、そこの手前にですね、たくさんのですね、ハスの花が咲いています。今日はですね、2014年、7月8日です。今が一番見頃なのではないかと思います。これは原始ハスと書いてありますね。この向こう側がですね、ちょうど道の駅を壁になりますね。まだ結構ですね、つぼみがあるから、これからまだ見頃が入らないですよね。まだこれからまだまだ見られるんじゃないでしょうかね。まあ、それほどね、規模は大きくないですけども、非常に綺麗です。花にはですね、手を触れないでくださいと書いてありますね。ここにですね、コイがいますね。
ここはですね、一応池の周りをですね、ぐーっと回れるですね、道がついてます。ですから、それに沿って歩くとですね、結構ハスが近くでですね、見ることができますね。今日はですね、道の駅岡部の隣にあるですね、公園の電子ハスをですね、ちょっと撮ってみました。またですね、いろんな動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。